ホーカイサード。最近ちょっと太り気味なのよ。ダウト。はい、こんにちは、チェッツです。では本日はホーカイサードをやっていきたいと思います。では前回ロビーの私のコミュニティで開催させていただいておりました、チャチャチャ杯、タイムアタックチャチャチャ杯、今回は 1-15 の困難でございます。こちらをねチャレンジしていこうと思います。よいしょ。ここは結構来るので、そこそこ分かっているつもりではあるんですが、はい、いつもの小姫子さんであげてからのブローネちゃんでとどめを刺す。蝶のように、舞蜂のように刺す。コイン買って、そして固めて出して、いつもこんな感じで終わらせております。25秒、結構早くないですか。私は一度やると決めたら最後までやり抜くと思う。私もです。25秒。ではロビーの皆さんのタイム見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。チャーメさん、毎回早めに投稿してくれてんな。おー、1分13秒、私の方が早いです。やった、勝った勝った勝った。53秒。あれ、私めちゃめちゃ早いんじゃないですか、もしかして。え、マジか。でも1分切りはすごいですね。16秒。世界が違った。コンボ27か。あ、なんだ ?20 秒早っ。早いですね。あ、変態豚野郎さんだ。前回優勝者の変態豚野郎さん13秒変態豚野郎さん13秒だって。やば。28秒。早いですね。早いよね。じゃあ私の25秒も結構そこそこ早い方なんだ。20秒。いやー、20秒、46秒。いや、でも全然投稿していただいて本当ありがとうございます。15秒早っ。ニトチンさん、13秒早い。これで変態豚野郎さんと並びましたね。23秒早いなぁ。更新、変態豚野郎さん更新した。12秒、やばい。変態豚野郎さん、ニトチンさんね、変態豚野郎さんの12秒をなんとか抜かせるのかしら。また更新、変態豚野郎さん。11秒って何ちょっと動画で見たいんですけど。何11秒って。何、なんだ、何があった11秒。そして11秒、何の秘密があるんだろうな。みんな早すぎ。それな、20秒。いや、あなたも十分早いですよ、シャナタンさん。早い早い。18秒。早いなぁ。どうやったらいいんだろう。限界、ベイビーレイズさんの限界34秒。サクヤさん、18秒。早いなぁ。あ、館長記念、レベル60記念だって。18秒早い。全然私より早い。私の方が館長レベル高いのに。20秒微妙。20秒で微妙とかやめて。私25秒かかってるから。24秒。全然早いよ、みんな。みんな投稿するたびに早くなってきますね。到底かな。いやいやいや。いやいや、私より全然早いから。お、締め切り昨日だと締め切り超えた投稿ですね。10秒、残念。しかしこれは締め切りが超えてしまったので、これはノーカウントでございます。ということで、今回のタイムアタックチャチャチャ杯の優勝者は11秒の変態豚野郎さんでした。変態豚野郎さんすげえな、2連覇。
あ、YouTube やってるんですね、変態豚野郎さん。すごい、2連覇すごーい。おめでとうございます。じゃあこの結果は運営さんにお伝えさせていただきまーす。ご参加皆さんありがとうございます。ということで私もリベンジマッチしようと思います。最高が11秒だったんですけど、まあ、自分の最高記録を抜かしていきたいなと思います。まあ、どんなゲームでも、自己記録を更新することによって、この動作いらないよ。自己記録を更新することによって、急に上手くなったりしますから、どんなゲームでも。やっぱり、自己ベスト抜いていきたい。しかし、だいぶちょっと手間取ってますね、今回私ね。あ、これは25秒超えちゃったなぁ。いや、自分の壁も高い。28秒でした。もう一回やっていいっすか。あ、かけられた、嬉しい。戦車。嬉しいですね。戦車はもうね、S になってるので、次 SS 目指して頑張ってます。ということで、もう一回。よいしょー。ここで、この予備動作がいらなくて、こうだな。ね、必殺技使いの、イメコシさん。ね、いや、ちょっと待って、これでいいや。オッケー、あ、出しちゃった。はい、よし、これでこうしよう。どうだこれで、ね、早い。23秒2秒更新しました。沈黙、これより期間戦闘時間0023。私の結果は23秒です。やったー。はい、ということでお待ちかねの補給タイムです。私も楽しみで仕方なかった。今回私がチャレンジするのはこちら、ゴールデンウィーク期間限定冬のお姫様バトルスーツ導入。館長、すっかり暖かくなりましたね。冬生まれのキアナは暑がりですので、最近は戦闘後にしょっちゅう暑いと言ってました。それで、テレサ学園長は少し涼しすぎなバトルスーツ、あの、冬のお姫様を導入しようと考えました。キアナのお母さんがデザインしたドレスを、天命本部が手を加えて作ったのが今の冬のお姫様です。熱い戦いに涼しさを運べるといいですね。ということなんで、この期間限定のバトルスーツ、なんとか補給でゲットしたいなと思います。このためにね、ちょこっとだけ課金しました。今回は6回引くことができますんで、気合を入れて引いていこうと思います。ではまず1回目。ただ私、補給ないんだよな。どんなゲームしても。はい。この色でわかる悲しさよ。1回目です。では2回目いきます。悲しみが深い。3回目です。あ、でも坂本龍馬ちゃんじゃん。これ結構強いんですよね。嬉しいです。よかったよかった。そして4回目いきます。18枚。じゃあこれの私の主力の姫子さんが S により近づいたってことですね。これは嬉しい。じゃあ次5回目いきます。バトルスーツお願いします。かけらも出るんだ。5枚。まだこのキャラ持ってないのですごい嬉しいです。じゃあ次最後かな。いやー、バトルスーツ欲しいよー。ダメだったらお給
料出たら課金しよう。ダメか、ダメ。はい、ということで補給は残念でしたが、次回のタイムアタックのご説明させていただきたいと思います。ロビーの方でも告知させていただきますが、次のね、運営様からのミッションは、困難の3の15。困難3の15。アバカレシ姿、こちらがステージとなります。崩壊サイドのダウンロードがまだの方は、ぜひ概要欄からダウンロード。崩壊サードのダウンロードが終わっている方は、ぜひ私のコミュニティにご参加いただきまして、そちらでタイムアタック、ぜひぜひご参加ください。また、ご参加いただいた方で、抽選で10名様に私の、目標が達成したら、5000円分のギフトコードをね、プレゼントさせていただく企画もやっておりますので、ぜひぜひ、詳しくはロビーのコミュニティの説明を見てください。よろしくお願いします。ということで、今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございました。またね。バイバーイ。